私の研究室ではアジアの脊椎動物に見られる種多様性とその進化の歴史解明を目指しています。海で囲まれた日本の哺乳類や爬虫類がいつどこから来てどのように分布を広げたのか、またそうした動物たちが数百万年かけて地域ごとの多様性をどのように獲得したのか、日本の動物を深くそして正確に理解するために高い種多様性を持つアジア広域での研究も重要です。分類学、生態学、遺伝学、動物地理学の手法を用いた研究を進めています。フィールドワークで採集し博物館に収蔵されている標本をもとに新たな発見を生み出しています。アジア各国の研究者と活発な共同研究を展開しながら種多様性研究の次世代を担う日本、そしてアジアの大学院生の実践的教育にも取り組んでいます。京都大学は脊椎動物の種多様性研究の長い伝統があり世界の研究をリードしてきました。伝統を単に継承するのではなく、アジアでの国境と世代を超えた多国間研究ネットワークの構築、新しい標本と博物館像の提唱、そして飛躍的な種多様性理解の達成、それが私の目標です。皆さん、多国籍の研究室で自分を磨き、一緒に地の戦いに挑みませんか。